どこに隠したのだ。悪魔の旦那よ、そいつを知りたきゃこの俺を倒してみるんだな。よかろう、愚か者め、この森ごと焼き払ってくれるわ。どういうことだ、これっぽっちしか炎が出ないだと。口ほどにもねえな、悪魔の旦那。そんなんじゃケーキだって生焼けよ。おのれやるさ。許してもらえなくて結構さ。悪魔さん、こちら、ここまでおいでだ。私の力を跳ね返すだと？まさかこのちっぽけな像のせいで力が出ないのか？貴様、測ったな！来たな、旅の人。今だ、奴を倒すんだ。わかりづれえんだよ。旅人さん、加勢するぜ。
やってやるですよ。Thank you.
わし好みにしてやるです。助かったぜ、ウェディの旅人さんよ。ありがてえ、ありがてえ。そういや、まだ名前を聞いてなかったな。そうかい。オルフェアの町で何が起きたのか、おめえにはまだちゃんと説明してなかったな。こいつは、俺の妹の遺言なのさ。俺にはアルウェって年の離れた妹がいてな、何年も前に死んじまったんだが、大層な器量よしで性格も朗らかないいやつだった。あいつはガキの頃からおかしなやつでよ、先のことが何でも分かっちまう不思議な力を持ってたんだ。そのアルウェが俺にこう言ったのよ。おいおい、アルウェ、おめえ無茶なこと言うんじゃねえ。俺は根っからのケーキ職人だ。サーカス団なんかやれっこねえよ。平気だよ、お兄ちゃん。アルウェね、わかるんだもん。15年後にね、銀の丘に来る2人はすっごい強いの。1人はウェディの旅人さん、もう1人は三日月の紋章のプクリポ。見た目はあんまり強そうじゃないし、髪型とかいまいちだけど、でもいい人で強いのよ、旅人さん。そしてもう一人、三日月の紋章のプクリポはいずれ目覚める強者。この二人が力を合わせれば、ザイガスだって倒せちゃうかもなんだもん。まあおめえの予言は一度だって外れたことがねえけどよ。だからお兄ちゃんお願いね。お兄ちゃんはサーカス団を始めて。ケーキ屋さんよりサーカスの方が一度にいっぱい子供が集まるでしょ。だから絶対サーカスなの。そりゃそうかもしんねえけどよ。お兄ちゃんはサーカス団を始めるの。それで15年経ったらオルフェアの子供をみんなさらってね。15年目に来る旅人さんに助けを借りてね。約束だよお兄ちゃん。私は多分
その頃はいないから。このホステイル広場におびき出せば、15年目に現れる旅人が悪魔の野郎をやっつけてくれるって妹は信じてた。ここはプクリポにとって聖なる場所だからってな。はあ、おっと、こうしちゃいられねえ。詳しい話は後回しだ。銀の丘へガキどもを迎えに行くぜ。悪かったな、ガキども。もう大丈夫だ。そこから出てきていいぞ。でも。もう何にもしねえよ。ほらほら、お家に帰りたいんだろ。ケツがかゆくなるぜ。ほれ、さっさと出てこい。言ったろ、この扉は開くべき運命の時だけ開くって。おめえが悪魔ザイガスを倒してくれたから、こうして扉は開き、ガキどもはお家へ帰れるんだ。ありがとうよ。礼を言わせてもらうぜ。ありがとう。オルフェアのみんなを助けてくれて。ねえ団長さん、どうしてオルフェアの町の子供を悪魔は食べようとしたの？そうさな、おめえらに一つ昔話をしてやろう。昔昔のお話さね。Thank you.
地の力を持つ娘、ある上に間違いないな。違います。なんだと？私はもうお姫様なんだから、アルウェ王妃ちゃん様って呼びなさい。ふざけるな。頭からバリバリ食ってやるぞ。にゃーん、怖い。怒った。君、このバカ娘め。まあよい、貴様はあるわ。かわいいアルウェ王妃ちゃん様に間違いないな。そうだけど、あなた誰？この大陸のどこかにプクリポの救世主が生まれているはず。そいつの居所を予知してもらおう。予知したくない。予知しないのならそれでもよい。お前を殺し、プクリポの子供たちを片っ端から食らってやるまでや。そういう悪いことはダメよ。恐ろしいか。恐ろしいだろう。ならば言うことを聞け。プクリポの救世主の居所を私のために予知するのだ。なんだぞ！いい加減なことを言うと承知せんぞ。本当よ、本当なのよ。救世主君はまだいない。でももうすぐ、これから15年の間にオルフェアのどこかで生まれるの。予知してあげたわよ。今度は私の言うこと聞きなさい。なんだと？約束して。15年よ。15年間絶対にオルフェアの子には手を出しちゃダメ。15年経ったらオルフェアの子を全員食べちゃえばいいわ。それまでは絶対ダメなの。何を言い出すかと思えば、たった15年ぽっち待てばよいのだな。悪魔にとってはほんの一眠りよ。よかろう。お前と契約を交わしてやろう。これから15年の間はオルフェアの子供には決して手を出さん。ただし15年後の今日になったら好きにさせてもらうぞ。
15年後の今日、オルフェア中の子供を皆殺しにし、救世主を始末してくれるわ。ご苦労だったな、アルウェイ。余地の褒美に、お前はいずれ苦しまぬよう殺してやろう。私わかるの。救世主君は生まれない。でも15年後にはいるの。15年後に救世主君がいるのは私わかるの。アルウェのやつがオルフェアに里帰りして一人息子のラグアス王子を産んだのは、それから1年後のことだった。悪魔なんざと契約したせいなのか、本当のとこはわからねえが、アルウェはその後ひどい死に方をしちまった。住んでた家もろとも一晩でミイラみてえに干からびて死んじまったと聞いてるぜ。じゃあもしかしてアルウェさんはノートに三つ目の願いを書いちゃったの？さあな、俺にはわからねえ。でもこれだけは確かよ。アルウェはオルフェアのガキどもを悪魔から守るため、15年後の今日、町中の子供をさらえと俺に頼んだのさ。子供さえ隠しておきゃ、強い旅人さんと三日月の紋章の強者が悪魔ザイガスを倒してくれるからってな。おっと、ついつい長話になっちまったぜ。本当にすまなかったな。おめえには礼をしたいから、後でサーカステントへ来てくれ。絶対だぜ。おいガキども、オルフェアの町へ帰るぞ。ここか、圧巻ナブレットのアジトは。かような場所に不似合いな。いかにも怪しい扉を発見。圧巻ナブレットめ、神妙にお縄にかかれ。なら、なんであるか、この妙な場所は。